富田祐樹は、日本の元政治家、前大阪府池田市長、元大阪維新の会顧問、元池田市議会議員、関西大層高等学校在学時からアメリカンフットボールを始める。1995年4月、立命館大学経営学部に進学。大学では、立命館大学パンサーズに所属した。1999年3月、 同大学卒業。広告代理店に勤務。ついで重度障害者自立支援事業所の運営にあたる。大阪維新の会による維新政治塾に1期生として参加後、足立康氏の公設第一秘書となる。2015年、池田市議会議員に初当選。2016年3月、京都大学公共政策大学院終了。2019年4月2日、 池田市長の倉田香織が辞職届を提出。これにより市長選は統一地方選挙として実施される市議選と同日ほどで行われることとなった。4月14日告示の池田市長選挙に大阪維新の会の公認で立候補し市議を自動失職。市長選挙では市長月額給与30%カット、退職金ゼロを公約に掲げた。 4月21日、市長選挙執行。倉田の長男で、市議の倉田明との一騎打ちを制止初当選した。当日有権者数、84,266人、最終投票率 55.、55.52%2020 年10月以降、市役所サウナ設置、キャンプ用品持ち込み、タクシーチケット不正使用、パワハラ疑惑。 秘密保持契約の締結、議会での虚偽答弁、市駐車場定期検不正使用など様々な問題が百条委員会や報道で明らかとなり、同11月に維新を離党。2021年7月30日付で市長を辞職した。自身の辞職に伴い8月29日に行われた市長選挙に立候補するも、かつて自身の秘書を務めた前市議の滝沢智子に敗れ、 富田は候補者4人中4位で落選し、得票数は協卓金没収点に届かなかった。同日深夜、市内の事務所で支援者らに私の不徳のいたすところでしたと頭を下げた。また、政党政治に対して個人の力というのはこれほどのものなのかというところを痛感しているとも述べたほか、全国でくすぶっている若い世代の人を集めて政治活動をします。将来、 何かお話があればと述べ、政治活動を続ける意向を示した。当日有権者数85,128人、最終投票率51.66%。ありがとうございます。